戦闘者デベロップメントコーポレーションはシンガポールの通称産業省の下の法定機関。1972年9月1日に戦闘者等の開発、運営、広報を目的に設置された戦闘者開発公社と呼ばれることもある。戦闘者島以外にもシンガポール南部の以下の島々の管理を行っている。 セントーサジマセントジョンズジマシスターズシマハント、ジマビオラシマジョンオラザラストークスシマスリンガと、トゥクコールジマ SDC にはいくつかの株組織がある。セントーサレジャーマネージメントは、セントーサ等の運営、セントーサ工部は、セントーサ工部の開発、管理を行っている。モノレール2007年に開業したシンガポール本島と、セントーサジ島を結ぶセントーサエクスプレスを運行している。 本部は以前島内を走行していた戦闘車モノレールの s d c オフィスモノレール駅にあったが2005年の路線廃止後移転。建物はバーに改築された。ありがとうございます。